あなたは魔法学校の代表選手に選ばれました。敵対する二校との死闘です。恐ろしい魔術師です。ニュートン日校は魔法の杖で人を魚に変える妖術師。しかし魔法の成功率は70%。ライプトン校はさらに強力な魔女です。人を石像に変える魔法の杖は90%の成功率。 くじ引きであなたが最初に魔法を使うことに。次がニュートン・ニツコでライプトンコは三番目。最後の一人までこの順で繰り返します。順番を守らない者は即座に失格です。引き分けを防ぐため、もし全員が無事なまま第一ラウンドを終えた場合、 全員が猫に変えられます。さて、杖を選ぶときです。魔法学校から用意された三つの杖。バネカーは、標的をツタで縛る魔法の杖。60%の成功率。ガウシアン、標的を木に変える魔法の杖。80%の成功率。非常に珍しい、ネーター9000。標的を遠くの山頂に転送でき、100%の成功率です。 対戦相手は魔術だけでなく戦略にも長けていて自分の勝率を最大化する選択をしてきます。あなたはどの杖で、どんな戦略で臨めば勝率を最大にできるでしょうか考えたい人はここでビデオを止めてください。答えまで3秒、2秒、1秒。まず考えるのはネーター9000ですか一番強力な杖ですから懸命に思います。 でも杖を手に取る前に考えてみましょう最も危険な魔術師として他の2人の標的になるでしょうまずやっつけるべきは最も危険な相手ですしかし残った妖術師に倒される可能性が70%もあります困りましたガウシアンはどうでしょうこれは成功率80%です3人のうち魔女が無事ならあなたは狙われませんただし あなたが魔女を木に変えたら、その後すぐに魚に変えられてしまいます。妖術師を木に変えた場合、魔女はあなたを石に変えるでしょう。つまり、しくじる方が良いのです。こんな戦略があります。ガウシアンを取り、わざと魔法を外したら、妖術師が魔女を攻撃するのを待つと、あなたは妖術師を80%の確率で倒せます。いいアイデアですが、問題があります。 幼術師も順番をパスし、魔女もパスを。罰で猫になるのを知っているので、二人のどちらかを攻撃するでしょう。あなたは幼術師より危険なため、標的は、あなたとなります。本当にすべきことは、最も弱い杖、バネカーを選び、わざと外すのです。幼術師はパスすると、自分が魔女に狙われるので、彼女を魚に変えようとします。自分が石にされないために。 70%の確率で彼が魔女に勝つと次のラウンドの始めであなたの勝率は60%となります。幼術師は失敗すると石にされますが、この場合でもあなたは60%の確率で勝者になれます。全員が猫になる確率が3%ですが、すべてを計算に入れると、この戦略ならあなたの勝率は50%以上です。そしてこれが最善な策です。 戦略によって異なる勝率はこちらです強い武器を手放すことが最善の選択とは誰が予想したでしょうか歴史宇宙の冒険心を揺さぶる哲学体などに関する質問と答えに触れるためにぜひチャンネル登録をいつでもあふれる好奇心を